皆さん、ごきげんよう、上川かおりんです。今回は、ブリューの文字起こしについて、新たな知見が判明いたしましたので、報告したいと思います。ブリューの文字起こしには、以前から、数字を、ひらがなで文字起こしする、という致命的なバグがあります。ただ前回、動画の音量を 1000% にしたら治った、ということを報告したんですが、どうやらこれは間違いでした。申し訳ありません。で、その後、たまたま通信環境を Wi-Fi から 4G にしたら、このバグが治ったかもしれない、ということを報告しました。これは偶然なのか、はたまた必然なのか、にわかには私自身も信じられなかったし、また間違いを報告してしまうのも怖いので、しばらく検証を続けていたんですが、間違いないようです。知らんけど。では、Wi-Fi と 4G では、文字起こし精度がどのくらい変わるのか、数字の部分除いて調べてみましたので、お知らせしたいと思います。今回は、上川さんの動画、中国の人口減少、急激に進む少子高齢化、中国経済の発展はいよいよ頭打ちになる10分37秒を使わせていただきました。それでは早速行ってみましょう。1、Wi-Fi、総文字数3933文字、誤字134文字、精度 96.60%、うち脱字18文字、脱字精度 99.5%、2、4G、総文字数3830文字、誤字48文字、精度 98.75%、脱字0でした。この結果から見れば、Wi-Fi 使用時には、数字がひらがなで文字起こしされるだけでなく、誤字が極めて多くなります。つまり通信環境が明らかに悪影響を及ぼしているのがわかります。代わって、4G 使用時には、数字が漢数字ながらも、数字で文字起こしされ、精度も極めて良くなることがわかりました。なぜこのようになるのか、まか不思議ですよね。我が家の Wi-Fi は、規格、Wi-Fi 6で、日中でも 400Mbps 程度は常にあります。比べて 4G は 60Mbps 程度です。5G エリアではありません。なので通信環境は明らかに Wi-Fi の方が上だと思っていたんですが、文字起こし精度は逆の結果となりました。この理由をぜひとも知りたいですよね。ということで、我が家ではブリューを使うときは自動的に Wi-Fi をオフにするショートカットを作成して対応することといたしました。まあ、アハモを使用してますので、ギガ不足で悩む必要はないですけどね。以上です。